もう一つはやっぱり状況判断というか、それはものすごい大事になったよね。今ね、木浪なんか喜んでバントしてますね。なるほど。ヒット打ったりとか、バントに成功した時とか喜んでるの、はっきり。それが一番いいんですよ、ね、結局ね。で、後の後ろのバッターがタイムリーとか打ってくれるから、余計ね、はいはい、自分のそのバントの価値が上がるというかね。うん、